神奈川工科大学、1963年に太陽漁業、現、丸ル日郎と中部天吉により設置された、育徳工業高等専門学校、1978年廃校を母体とし、1975年に育徳工業大学として設置され、1988年に大学名を神奈川工科大学と改名した。設置者は、 学校法人育徳学園。神奈川県中央部に位置する厚木市に、高知、キャンパスがある。学士課程として、工学部、機械工学科、電気電子情報工学科、応用科学科、臨床工学科、創造工学部、自動車システム開発工学科、ロボットメカトロニクス学科、ホームエレクトロニクス開発学科、応用バイオ科学部、応用バイオ科学科、 栄養生命科学科、情報学部、情報工学科、情報ネットワークコミュニケーション学科、情報メディア学科看護学部、看護学科の合学部13学科がある。また、大学院として、工学研究科、機械工学専攻、電気電子工学専攻、応用科学、バイオサイエンス専攻、機械システム工学専攻、情報工学専攻の博士前期課程、 博士後期課程とロボットメカトロニクス専攻の博士前期課程がある。在学生数は大学院生を含めて約5000名である。本学教育の特色として高等学校の範囲の数学、英語、理科を教える教員が常時折継続して高校時の範囲を学習し直す教育支援制度が用意されている。また、 長期休暇時には一週間かけて基礎勉強講習が行われている。これら以外にも機械工学科では週1日2007年度後期は火曜日26時40分から18時10分までの間学生ラウンジで質問コーナーが設置され教員ごとの個々の研究室へ行くよりは気軽に時の内容の質問などができるようになっている。また電気電子情報工学科には 独自によろず相談室を設け、週に2日から3日、電気、電子に関する専門事業の質問や、演習問題を答える教員が待機している。上記以外にも、オフィスアワー、一年時制、アドバイザー制度、クラス担任制度、県別アドバイザー制度など在学生へのケアに対応している。2003年より、学生の 夢を追いかける情熱に対し経済的な側面からアシストする制度として夢の実現プロジェクト制度を作った。毎年春に公募があり、プレゼンテーション審査会を実施し、その審査結果により最大で100万円のプロジェクト資金援助を受けられる。この他にも学園祭期間中に最終発表会、翌年3月までに最終報告をする。 現在は独自の活動場所がないため、それぞれの部室、研究室、実験室などの場所を提供してもらっての活動だが、2008年春には、ケイとカイと工房が完成し、夢の実現プロジェクトに認定された組織は、ここで自由にものづくりなどの活動を行うことができるようになり、部活やサークル、研究室依存であったプロジェクトが完全独立の、 学生主体型のプロジェクトとして活動できるようになった。ケイと工房には、旋盤やフライスなどの設備が整えられている。2006年には9つのプロジェクトが採択されている。また、有名の実現プロジェクト以外にも、自動車システム開発工学科独自運営のフォーミュラカープロジェクトなどが存在する。このプロジェクトは、北米ソサエティ・オブ・オータモティビンジェニアーズ、 さえもしくは、社団法人自動車技術会、JEC 主催の学生を対象とした、レースフォーミュラさえ及びフォーミュラ JEC への参加を目的としたものである。本プロジェクトのフォーミュラさえチームは、自動車技術会、関東支部が、北米のフォーミュラさえへの参戦を決定、国内大学の連合チームを組織した第一期より、参加しており、また、一つの大学単独で北米遠征が可能な、 体制を備えた日本における最初のチームでもある。学科側も本プロジェクトを支援しており、フォーミュラ祭チームへの参加は卒業研究として認可され、また2006年度には自動車システム開発工学科の3年後期を対象として、フォーミュラ祭を中心としたレーシングカーの設計、製作に関する講義も、教養講座などではなくに単位取得可能な講義として、 実施されている。2006年に全国で初めてファリサ学生証を発行した。すべての授業の出席は各教室にあるファリサの端末に学生証またはモバイル学生証をかざすことで出席調査を行う。授業開始5分前から授業開始30分後まで動作し、その間に学生証をかざす必要がある。またこれに伴い、 神奈川工科大学公式サイトから行ける、在学生用サイトであるケイトウォーカーと、携帯アプリのキャプリーが連動して、自分の出席状況や、試験情報、休校情報を見ることができる。学内では、期間限定の臨時の英雄ショップが誕生したり、学食や購買ではエディを使うことができ、キャッシュバックキャンペーンなどを積極的に行っている。エディのチャージも、学内で行うことが可能である。 2006年、国際化がリニューアルされ、教室を改装しここにラウンジを新しくオープンした。しかし、場所が狭く昼時には留学生と在学生でいっぱいになってしまうために、2007年春にもう少し広い場所へ移転された。ここでは、日本人学生が留学や語学研修の相談ができるほか、留学生が在学するにあたっての手続きや、 生活面での相談をすることができる。2006年9月には留学性別化が設立された。また、同時期に在学生と留学生の交流のために、国際化直轄でインターナショナルクラブが設立された。国際化が窓口となり、年に2回大学主催の語学研修を行っている。2月は、アメリカの州立ワシントン大学、4週間、8月は、 オーストラリアの国立エディスコ湾ワン大学3週間である。共に大学での語学研修とホームステイ、企業などの視察のプログラムが盛り込まれている。8月は語学研修のみだが2月は語学研修のほかに語学を学びながら専門技術を学ぶことができる海外機械工学研修や海外バイオ工学研修など独自の専門分野のプログラムが組まれている研修も ある。学科を問わず、誰でも参加可能である。読売りウィークリーにおいて、就職に強い大学として掲載されたことがあり、1年生より就職準備のための講習会が行われ、3年の後期には毎週就職課による講習や演習、企業による説明会などが開催されており、学科ごとに違うプログラムを準備している。また就職アドバイザーが、 学学科及び就職科により、個別相談や面接の練習などができる。就職希望者のうち、就職内定率は98.7%、2005年度である。進学率は、全体の13.1%、2005年、就職、進学ともにしなかった学生は、全体の7.1%、全国平均17.8%、2004年のデータである。 工学部と情報学部には学芸員課程が設置されている。小田急小田原線の本厚木駅から神奈川中央交通のバスを利用する。大学の位置は本厚木駅から北へ約6から7キロメートルの位置にある。駅から離れているため、自宅や本厚木駅からバス以外に車やバイク、自転車で通学する学生が多くいる。本厚木駅と大学間のバスの本数は朝を、 中心に多く、授業開始時間に合わせて往路は8時台から13時台まで、休校が毎時1本から10本、袋は12時台から18時台まで毎時1から5本、運行されており、学生が集中する朝の時間帯は、往路は3から5分間隔で運行されている。一部の便では、連接バスツインライナーで運行されており、往路は平日の10時台に1便、 袋は16時台に2便運行されている。往路は厚木バスセンター、厚木大通り、ツインライナーは通過であるが、それ以外の急行便は手を挙げると停車する。神奈川工科大学のみに停車し、袋は神奈川工科大学、本厚木駅、厚木バスセンターのみに停車する。往路は本厚木駅停留所の敷地が狭いため、本厚木駅停留所には停車しない。急行以外にも、 高科大学経由の一発団地域、厚十9系統と青年の家域、厚07系統の2系統が運行されており、2系統合わせて、午前中は、毎時5本、日中は、毎時3本、土日祝日は、毎時2本で運行されており、9時台までは本厚木駅、停留所が、始発、10時以降は、厚木バスセンターが始発となる。料金は280円。 本厚木駅と大学間の所要時間は20分とされているが、渋滞のため25分から30分程度かかることがある。また、本厚木駅での降車時に、運賃の支払いのため長時間停車し、後続車が渋滞することを防止する観点から、袋のバスに乗車する際は、運賃前払い方式が適用されている。これ以外にも、大学独自に、 厚木もという観光バス協力のもとで大学と、松蓮寺間に10時から19時の間10分間隔で、無料のシャトレバスを運行しており、松蓮寺において、神奈川中央交通のバスに乗り換えることによ、本厚木駅へのアクセスが可能である。本厚木駅と松蓮寺間は、松蓮寺に、神奈川中央交通厚木営業所がある関係で、1から7分間隔で、バスが運行され、 松蓮寺川のシャトルバス乗り場から松蓮寺バステーマは徒歩1分程度で、運賃、松蓮寺本厚木駅間は急行バスより50円、安い230円である。そのため、急行バスの時間が合わなかったり、交通費を安く抑えたい学生を中心に利用者が多い。なお、第二食堂は座席の一部が屋外のテラスとなるため、雨天の場合は、 座席数が少なくなってしまう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。